皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をいつもご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なゲストと、音楽そしてトークとお届けしていますけれども、今日素晴らしいアーティストを迎えしています。あかりちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、素晴らしい賛美でしたけれども、1曲目の、曲は何ていう曲ですか？はい、あなたの瞳っていう曲です。はい、中山裕太さんの、裕太くんの、はい、プレイズステーションのいい曲ですね。すごくいい曲ですね。このあなたっていうのは、神様が、私たちに語ってくださってる、うん、はい、曲。あなたの瞳に、私の瞳に、あ、そっか、私の瞳だ。はい、消えることはないんですよね、私たち。
一人一人がかけがえのない存在だっていうことですね、うん、本当に何もない私でも神様が本当に愛してくださっていることを本当に実感できる曲だなっていうことを本当に感じながら歌えたことを感謝です。なんか本当にね、あの賛美っていうのはあの歌っている時に自分自身が本当に満たされていく、神様に触れられていくっていう本当に素晴らしいなと、一緒に歌いながら思いました。赤井ちゃんは今大学の大学生ということ、はい、2年生です。2年生なんですけれど、はい、今年で20歳です。20歳、あれは若いですね僕とそんなに変わりないですね。そうですね、大して変わらないですよね、はい、1、2歳しか変わらないです。東京キリスト教大学っていう、はい、あの大学の2年生ということなんですけど、はいはい、そうです、はい、東京キリスト教大学っていうのは、はい、もうキリスト教の大学っていうことですか。はい、先生や、生徒、また教職員の人たちもみんなクリスチャンで、全員クリスチャン、はい、クリスチャンの世界で、すごいですね、はい、素晴らしい環境ですね、はい、学んでます。うん、はい、場所が千葉県の印西市ですね、うん、最寄り駅は千葉ニュータウン中央駅です、うん、はい、ずいぶんあそこら辺はこう開拓されてというか、そうですね、今結構話題のスポットですね、はい、うん、今国立公園とかもすごく森が多いんですよね。だから景色もいいし、なんか子供たちも楽しそうにそこら辺で、うん、キャッキャキャッキャ遊んでて、なんか家族寮があるって。あります、はい、僕もこの前別の用事で行ったんですけれども、うん、本当にね、なんか海外に来たかっていう、うん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 、あのキャンパスの中もね、素敵ですよね、うん、私も大好きです。ちょっと散歩してるだけでもすごい、なんかこう本当に満たされてっていうか癒されて、そういうところで学生生活を毎日送って、はい、勉強してます、はい、寮生活をしながら学んでます。はい、次の曲について、はい、栄光から栄光へとっていう池原浩一さんの、曲を歌わせていただきます。どういう思いをこの曲に込めていますか。そうですね、栄光から栄光へと死の姿に変えられるという歌詞があるんですけど、本当にこんな拙い賛美や本当に小さな何も持っていない私ですけど、本当に神様によって、神様の愛によって変えられていくことを願いつつ、そして信じて歌いたいなって思います。はい、では2曲目、栄光から栄光へと。
作られる。あなたの前にへりくだります。我が思い委ねます。栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が素晴らしい曲ですね。はい、池原浩一先生、はい、が沖縄で、住んでおられるんですけれども、作った曲で僕らのすべてっていう、ね、そうですね、はいはい、純さんも参加されてる、僕も入れさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、日本人の、まあ、オリジナルの曲で全部、作られたアルバムなんですけれども、本当に今若い人たちが、若い世代がっていうのかな、自分たちで、日本語で曲を作ったりっていうことがこう本当に当たり前のようになってきてるんですけど、はい、どうですか、あかりちゃんも自分で曲を書いたりして。書きますね、うん、ちょいちょいと少しずつ
ですけど書いてます。で周りにもやっぱりそうやって曲を書く人が、あ、そうですね、はい、よく作って賛美してます、ね、あの本当に僕が、まあ、学生の頃って言ったら、まあ、ちょっと少しブランクがあるんですけど、その頃は本当にいつもね、海外の曲ばっかりいつもこう訳して歌ってたんだよね。だからそういう時代をあんまり知らなくて、そうですね、そうですね、日本人の曲で賛美して育つ、育ちましたいいなってつくづく思います本当になんか今まではね、本当にアメリカの、ね、アメリカだったりオーストラリアだったり、うん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 、海外の曲でどうしてもやっぱり言葉が英語と日本語で、うん、I love you っていうのがあなたを愛しますってこういっぱい使っちゃうので、うん、歌詞の意味がこう全部伝わらないんですよ。だからぜひこれからたくさん日本人の賛美が生まれたらいいなと思うんですけれども、ね、はい、最後の曲ははい、レインボーミュージックさんのジュンさんが作られた Follow You っていう曲を賛美したいと思います。これは私の人生歌です。人生人生の目標歌です。そこまで、はいはい、本当にイエス様が私たちのために十字架にかかってくれた、うん、そのことのゆえに私たち自身をその、まあ、礼拝するっていうのはこう全てを捧げますっていう、うんうん、自分の告白でもあるんですけど、はい、歌ってくださるということで、はい、ありがとうございます。全てを捧げるということで、はいはい、私も決心しながら自分に言い聞かせながら賛美したいと思います。見てくださっている一人一人もこの賛美を通して、皆さんが本当に神様に、触れられるそのようなことを祈りつつ、演奏させていただきます。Follow You。私のため祈られた主よ。
るの。ありがとうございます。ありがとうございました。あかりちゃんはこれからのなんかビジョンとか目標とかって何かあるんですか？目標、うん、もう神様に信頼して神様のために行きたいです。この賛美もこの曲の通りに、そう、全部を委ねて命をかけて、うん、イエス様の道を歩みたいなって思います。本当にあかりちゃんのね歌声を通して、また賛美を通して、たくさんの人が、はい、祝福を受けて元気にされていくように
そうなると感謝です。はい、祈っています、はい、ありがとうございます。あかりちゃんにとって、はい、まあ、最後の質問になるんですけど、はい、賛美って何ですか？賛美、私にとっての賛美は力です。力になる。なった時でもこの賛美を通して神様に信頼して、神様を信じて神様の道を歩むことができるように勇気づけてくれるのが、力を与えてくださるのが賛美ですね。賛美ですね、はい、本当にね、あの日々の賛美で力をいただいて、はい、これからも、学生生活と、はい、また、アーティストとしての活動、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。番組をご覧の、皆さん、本当にいつもありがとうございます。我が魂の賛美シーズン2では、皆さんの、この番組に対する、感想を、ぜひ送っていただきたいと思っています。そうすることでですね、この番組がよりよく、皆さんにまた、素晴らしい賛美を届けたいなと思っております。いろんなリクエストや感想などは、CGNTV のホームページから、メッセージを送ってくださるか、また郵送などで、送っていただいても、結構です。引き続きこの番組を楽しみに、していてください。それではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました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 。